ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ大宮より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回ご紹介させていただくお車が GLC63S クーペ。こちらをご紹介させていただきます。やってきました。いじりもの。そうですね。はい、久々のいじりものです。しかも、過去1、2を争う。そうですね、がっつりいじったやつですね。そうですね、もうほぼほぼ手を入れたというような状態の車です。はい、はい、じゃあちょっとその辺どの辺をいじってるかも含めてご紹介させていただきたいと思います。はい、はい、まず前回りからいくと、はい、はい、そうですね、もうなんか至る所がカーボンになってえらいことになってますけど。そうですね、一応ブランドは統一してありまして、トップカーの、カーボンの、パーツをふんだんに使わせていただいてます。まずもともとパナメリカーナグリルなんですが、パナメリカーナ風のカーボンのグリルがまず入ってます。これすごいですね、インパクトが。はい、はい、もうだいぶもうドアラそうな車ですよね。はい、はい、そして、はい、このナンバーベースなんかも。そうですね、あ、これ下と一体になってるんですね。これ一体になってるんですね。なるほど、はい、そんなカーボンパーツで。そうですね、なんかもう GLC のこのフロント周りのデザインをそのまま活かして、そうですね、なんかもっとごつくなってるというか、そういうことで主張が激しめになってますね。はい、そしてまたこれ折り目が美しいですね。そうですね、結構大柄な折り目というか、ちょっと離れてても、はい、もうカーボンって分かるような折り目になってますんで、よりこう存在感が出るのかなという感じですよね。目がちょっと大きめですよね。そうですね、はい、そして全てこう中心に向かっていく、そうですね、折り方で真ん中でこうちゃんと集まってくるって感じですね。もうすごいですよね。はい、でそのトップカーっていうのはロシアのチューナーなんですよね。はい、で、でもなんかマンソリーみたいなちょっと過激なデザインのエアロとかが多いんですよね。そんなエアロパーツがもうだから GLC ともうなんか全然違う。そうですね、はい、またなってますね。はい、こう衣装は継承しつつもなんかもう派手さというか、そうですね、押し出し感が全く別物になってるっていう、はい、そしてボディカラーも今回はい、マットブラックってことですけど。そうですね、マットブラックなんですが、これラッピングで。あ、なるほど、はい、フルラッピングです。先日うちの富山店長と C63 の動画上げてたと思うんですけど、まあ、同じような感じでもう本当にドアの内側までやってあるラッピングになって、まあ、フルフルでもう色を変えちゃってる感じですね。はい、ちなみに元色っていうのはこちら、これもホワイトですね。あ、はい、真っ白白なんですね。はい、なるほど、はい、そんな車でもう真っ黒黒になってますね。そうですね、はい、そして横に回っていくと、はい、はい、横もしっかりこのフェンダーのラインがカーボンになってて、ね、はい、足元も大変なことになっております。そうですね、はい、でホイールが、はい、BC ですね、 BC フォージドが入っております。はい、BC フォージド22インチですかね今回。なるほど、はい、これ出面もすごいっすね。そうですね、バチバチにホイール、あ、ホイールじゃない、このエアロ、はい、に合わせてそこで多分作ってますので。あ、なるほど、はい、まあ、オーダーメイドならではな出面になってると。で63はあれですよね、普通の GLC に比べて片側20ミリずつワイドになってるんで、もともとワイドなホイールも入ってますけど、さらにワイドになってます。はい、そしてここまでワイドになるともうコンケーブって言ってこの逆反りが、ね、フロント側でも結構目立ってると思います。もう普通リアに行くぐらいの逆反り具合ですよね。そうですね、はい、そしてカラーも全部オーダーメイドっていうことで、はい、これでディスクがブラッシュドブラックっていうちょっとこの金属の感じをちょっと残したまま、はい、クリアにスモークを混ぜた感じのディスクと、リムがグロスブラックですかね。ですね、はい、まあ、ちょっと黒でもちょっとこうトーンをちょっと変えて、ボディはマット、リムはグロス、はい、ディスクはちょっとその金属の質感を残した、はい、そんな足元になってます。そしてブレーキも、そうですね、カラーペイントして、さらにエアロブランドのトップカーのロゴ入りで、はい、なるほど、まあ、ホイールは BC ですけども、じゃあ外装なんかもトップカーのコンプリートっていう感じなんですね。いいイメージですね、それで大丈夫ですね。ですよね、はい、もうしっかりキャリパーもトップカーのロゴが入ってかなりかっこいい感じになってます。はい、やっぱりキャリパー触るとちょっとコンプリート感出ますよね。出ますね、はい、はい、ちょっとそんなブレーキもついております。でこれ車高も少し下がってますかね。はい、こちらもロアリングキットにて車高を下げさせていただいておりまして、本来もうちょっと下げてもいいのかなというところではあるんですけれども、まあ、もともとこちらの GLC のお車には、高速走行時に、まあ、安定させるために車高が若干下がるような仕組みになっているんですね。ですのであんまり今度下げすぎちゃうとちょっとその辺の心配もありますので、一応まあ今このぐらいの高さに。なるほど、純正機能を生かしたまんま、はい、ちょっとスタイリングだけ少し良くしてるっていう、はい、そんな感じの足元になってる。はい、そしてこの辺も全部ブラックアウトですね。そうですね、こちらもエンブレムの、そうですね、グロスブラックで、まあ、
ボディのお色と若干ちょっとこう色の違いをつけて、はい、なるほど、あの色を変えてマットとグロスをちょっと使い分けてる感じです。そうですね、はい、そして横のこのサイドスカートもすごいことになっております、はい、そうですね、はい、前後にフィンがついて、はいはい、そして後ろはこれちょっとドアがこれ当たらないのかなって心配になっちゃったんですけど、はい、まあ、当然当たらず、はいはい、ちゃんと開け閉めが、はいはい、ちょっとこのエッジの効いたデザインで、そうですね、はい、主張がすごいことになっております、はい、そしてリアも同様に、リアのコンケーブフロントよりすごいですかね、もしかしたら。いやもうね、すごいですね、あの結構いってますよこれ、はい、出面ももうツラツラです、はい、でなんかやっぱりこうフェンダーがカーボンだと一周なんかこうカーボンが車つながってて、はい、そうですね、繋がってますね、どこから見てもこうカーボンが分かる、はい、そしてコンプリートカー感がすごいです。そうですね、そしてリアのキャリパーも色替えでトップカーのロゴが入っていて、はい、入ってます、はい、あで今気づいたんですけど、これ窓枠とかこの、そうですね、ドアハンドルなんかも全部やってますね。あのこちらもラッピングで、はい、統一されてると。そうですね、でグロスブラックとやっぱり、マットブラックで、はい、使い分けて、はい、使い分けそんなこともやってあると。そして後ろに回っていくと後ろの迫力もこれすごいですね。そうですね、もうやっぱりデザインがすごいですね。トランクのスポイラー、はいはい、これも大型ですね、トップカー、はい、トップカーですね。 GLC のクーペってもともと結構大きいのついてますね。ついてますね、はい、さらにちょっとこう強調した感じの、そして当然この折り目も中心に向かっていく、はい、そんな折り目になってます、はい、で後ろもテールランプにもこのカーボンのパーツが、そうですね、通常確かそこメッキで入ってたかと思うんですけれども、そちらもカーボンで、変えさせていただいてます。なるほど、はい、ちょっとメッキの質感を抑えつつ、はい、ちょっとカーボンで強調していると。テールもちょっと若干ワンクロック落としてますね、はい、これもフィルムですね。フィルムで黒くなってますね、はいはい、そしてエンブレム類は他にも習って全部、ね、はいはい、真っ黒黒になって、ね、ここの主張がすごいです。すごいですね、はいはい、これも後ろからついても横から見ても前から見てももうどこから見てもちょっとこれただものじゃない感っていうか、はいね、はいはい、ちょっと近づきたくないなっていう、 そうですね、そんな車になってますね。でもディフューザー形状で、はい、これちょっと特徴的ですね。これ抜けて、そうですね、はい、1枚入ってっていう感じですね。はあ、これのなんかこう成形技術もすごいですよね。はい、すごく綺麗な、はい、成形ですよね。すごいです。そしてマフラーのこれ出口なんかもペイントしてある感じですね。そうですね、こちらも多分スモーク黒なのかな、でペイントはされてます。なるほど。はい、ちょっと若干こう見方によってはブラッククロームにも見えますね。見えそうな、はい、ちょっとメッキの質感がわずかに残った、はい、そうですね、そんなマフラーカッターになっております。で車はこれ僕結構大きいなと思ったんですけど、はい、なんかステーションワゴンよりちょっと一回りちっちゃいですね、はい、短いです、はい、幅が少し広くあるんですけど、はい、まあ、全長と、そうですね、全長とあと、あれ全長でしたっけ、全長がそうですね、そうですよね、はい、ちょっと短いんですよね、はい、ちょっとだけ、はい、なんで意外にあのサイズ的に数字で見るとそんなに大きくないっていう、はい、なるほど。でやっぱりこの特徴的なトランクのデザイン、ね、はい、クーペンですので、はい、この辺はちょっと中の居住性なんかもかなり変わってくると思います、はい、そうですね、はい、続いてじゃあちょっと中も見てみたいと思います、はい、じゃあ続いて内装を見てみたいと思います、はい、お願いします。あ、内装またおしゃれ。そうですね、はい、これシートいい感じですね、ツートン。そうですね、ツートンのシートになってますね、はい、ちょっとグレー系な。そうですね、はい、グレー系と、まあ、ブラックで。なるほど。あ、しかもブラックの部分もよく見るとあれじゃないですか、アルカンターラと。あ、そうですね、ちょっと帯みたいな形で入ってますので、ちょっとアクセントも入りつつの、はい、ちょっとそんなおしゃれなシートがついてて、ヘッドレストにはしっかり AMG の、はい、ロゴがエンボスも入ってる感じですね、はい、でちょっと改めましてこのドアから見ていくと、はい、まずですかね、あ、この辺も、はい、これ回って出てくるやつですね。そうですね、 3D スピーカーが入ってますね、はい、がついてたりとか、はい、あとは、まあ、しっかりステッチも入ってて、でこのウッドもオープンフィニッシュの、そうですね、この質感むき出しな、はい、むき出しですね、はい、これ最近多いですよ ね、 多いですね、新型の車とか、はい、ちょっと新しい感じの、ちょっとおしゃれですよね。そうですね、なんかインテリアみたいな、はい、インテリアっていうか家具みたいな、家具みたいな感じですね、ちょっとそんな感じのウッドの質感です、はい、そしてこの辺レザーもちゃんと全部ステッチが入ってて、かなり高級感のあるドアになっております、はい、でドアのこの内側もやっぱりしっかり、はい、そうですね、ラッピングで、ラッピングしてあります。またこれ綺麗に貼ってますね。そうですね、なるほど、本当になんかペイントのような、本当言われないとだからわからないと思いますね、わかんないですよね、はい、今本当にしっかり貼り込んでたりすると。そして
このヒンジのところだけ若干そうです、ねはい、前のボディカラーの名残が残ってると、ただその内側まで全部貼ってあるっていう、貼ってあります、はい、なるほど。じゃあちょっと乗ってみたいと思います、はい、あしっかりスカーフプレートはこの光る AMG のロゴが入ってるタイプになっております、入ってますね、はいはい、よいしょ。ステアリングはちょっとアルカンターラ使ってレーシーな感じですね、はい、でセンターマーキングも入ってて同色ですけどかなりレーシーなステアリングになっております。そしてパドルも、まあ、少し小ぶりですけれどもついてて、メーターはこの AMG 定番のメーターになってます。でカーボンのメーター、これカーボンなんですね、真ん中は。そうですね、カーボン。そしてメモリのこの外周部分というかがしっかり赤くなってたりとか、レーシーなメーターになっております。そしてこの辺ダッシュボードは、あれこれって最初からですか。じゃあ違います、それアンビエントエア後からつけてます。あですよね、はいはい、C でこれないんですよね。ないです。ちょっと一部車種で使われているこのちょっと新しい感じのエアコンの吹き出しになってると。もともとちょっとあのアンビエートがそんなに主張するアンビエートではないので、はい、あのこちらこの辺がやっぱり光りますので。あなるほど、はい、しっかりこの光るアンビエントのエアアウトレットになってると。はい、はい、ちょっとじゃあできれば夜のそうですね黒い絵もちょっとインサートで入れておきたいと思います。そうですね。そしてこの辺全部やっぱりドアと共通でオープンフィニッシュのパネルになってて、はい、AMG のロゴが入ってて、はい、ドリンクホルダーと、はい、そしてナビとコントローラーとナビの画面も、はい、こんな感じです。そしてアームレストはこの両側にパカッと開くタイプがついてると。で中は USB2 系統と SD カードが出てます、はい、こんな感じです。かなり容量ありますね、はいはい、ちょっとかなり本当におしゃれなインテリア。そうですね、こんな感じです。ただメーター周りはかなりレーシーというかスポーティーというか、はい、ちょっと SUV でここまでやっちゃうんですかっていう、そんなレーシーなちょっと運転席になっております。で肝心のシートは割とゆったり、ちょっとこの背中のホールド感は結構しっかりめですけど、はいそうですね、座面は全然ゆったりですね。そうですね、はい、そしてこの横が意外に低いっていう、はい、そんなシートになっております。こんな感じですか。そして安全装備系も当然すべてついてるんですね、はい、ついてますね、はいはい、そしてヘッドアップディスプレイもしっかりついてると、はいはい、そしてピラーから天井は黒のファブリックで統一されております。あで今回の車レーダー探知機だったりとかドライブレコーダーだったりとか、はい、ついてて欲しいものが全部ついてると。最初からついてます、はい、そして取り付けもちょっとこのダッシュボードが天井とか傷めない、そうですね、はいはい、ちょっと気を使った取り付けになっております。ガラスにちゃんとついてるっていう、あレーダーのちゃんとアンテナですね、はい、本体なんかも、本体というかアンテナか、はい、アンテナもちゃんと気を使った取り付けでついております。そしてサンルーフ、まあ、なんかもう最近パノラマ多いんで、はい、ちょっとこう小ぶりかななんて思っちゃうんですけど、そうですね、はい、まあ、必要にして十分なサイズの、はいはい、サンルーフがちょっと開けてみましょうか。もうスタンダードなタイプのサンルーフが、はい、あーいいですね、しっかりついております。こんな感じです。いやーいいなー。そしてメーターじゃあつけてみましょうか、はい、もうAMG というかメルセデスも定番のこの情報を真ん中に出して両サイドがタコとスピードのこんなメーターです。もうこの辺はもう定番なんで僕が説明するまでもないかと思うんですけれども、はい、こんな感じです、はいはい、そしてこっちもこんな感じで、はい、まあいろいろできる。でメディア関係も一通り使えますもんね。ついてますね、はい、はい、こんな感じでしょうか、はいはいはい、じゃあ続いてリアも見てみたいと思います、はい、よいしょ。リアやっぱりちょっとこの手の車そうです、ね、気になるところですね、はいはい、でドアから行くと、まあ、フロント同様ステッチとオープンフィニッシュのウッドとおしゃれなステッチが、はい、同様に入っております。ちょっと乗ってみたいと思います。思ったんですけど、はい、ここ結構そうです ね、 ですね、やっぱりクーペなので、はい、やっぱりドロップ具合がここの下がり具合があっていう、はい、ちょっと気をつけて入る感じですね。そうですね、はい、なるほど。ああそうですね、だいぶだいぶっすね。そうですよね、はい、僕175ですけど、はい、こうしないとちょっとそうですね、乗り込みがちょっと
きつい。普通の人は、僕ザコマックスなんでこうなっちゃいますけど多分普通の人は問題なく乗れますね。そして後ろの、あ、乗ってしまうとかなりゆったりです。はい、天井のクリアランスも僕175で全然十分あります。はい、はい、そして足元も、まあ、ちょっと足の短い僕セッティングですけど全然ゆったりです。はい、そして前側の開放感も全然広々でございます。そしてリアの装備としてはシートヒーターが一応ついてますね。はい、なるほど。そしてエアコンはこれ別とかじゃないんですね。そうですね、まあ、風が出てくるっていうタイプですね。吹き出しがついてるだけという、はい、でシガとかそういうものもないんですね。はい、なるほど。でアームレストは、まあ、いわゆる標準的なタイプのアームレストで、アームレストですね。はい、小物入れと、あ、ちょっと意外に物が入りそうな、はい、小物入れと定番のドリンクホルダーがついてると、こんな感じですね。いや、リアのこの乗り込む時だけですね。はい、そうですね、はい、乗っちゃうと全然です。ただ SUV とちょっとこう後ろのこのスペースはやっぱり違いますね。そうですね、若干狭くなってると思います。どっちかっていうとちょっとセダンに近い形ですね。はい、はい、そんな感じのスペースになっております。そしてさすがに後ろはちょっとこうさらにこう傾斜がついてくるんで、はい、ちょっと後ろの視認性なんかはもう本当に SUV というよりかはセダンクーペに近い、そんなスペースですね。なるほど。でも全然本当に乗ったら快適に大人でも全然4人ゆったり座れる感じじゃないでしょうか。はい、はい、じゃあ続いてトランクも見てみたいと思います。はい、トランク運転席のドアのスイッチか、はい、キーレスかもしくはここでも開けられるってことで、はい、ここバックカメラの時にこうパカッて出るですね。はい、これをこうどう開けるのが正解か分からないですけど、そうですね、こうやると開くと。はい、はい、そしてトランクの容量はまずまずというか、そうですね、やっぱりクーペタイプになりますので、どうしてもそのたくさんのお荷物っていうのはやっぱり難しいと思います。なるほど。はい、どっちかというと本当に何回も繰り返しになりますけど、はい、セダン的な。そうですね、はい、ただ奥行きは結構やっぱりありますね。はい、あとは ここですよね。そうですね、高さの問題がちょっとありますので、ここまでゲートが来ちゃうんで、はい、あんまりこう SUV みたいにこうドカンっていう荷物はちょっと入らないですかね。厳しいかな。はい、ただまあ後ろの席倒したりすれば、そうですね、全然容量的には広くなりますので取れそうです。はい、あとまあ下もですね、使っていただければもう少し入るかと思います。気がついたんですけど鍵かかるんですか。はい、鍵かかります。あ、そうなんですか。これは、はい、初めて知りました。他のはかかないですよね。他のは見たことないんですよ。これはついてるんですよね。うん、普通のセダンの普通のはもうこのしかないですか。ね、ハンドルしか。じゃあ鍵かかるってことはそこそこ入るんですか。いや、そんなにめちゃめちゃ多くは入らないですけど。まあ、なんとか。いや、なんかものすごくこう、はい、ボガーンって入るのかなと思いきや、はいはい、あんまり入らない。入らないです。あ、ただ結構奥ありますね。奥も使えるのは使えますね。じゃあ結構入りますね。そうですね、まあ、普段使わないものとか入れておいてもいいですし。なるほど。はい、あとはちょっとこのレイアウトを こうして逆にしてくれれば、ね、奥に行ってくれればいいんですけど、もう少し入ったかなという気がしますけど。はい、あ、じゃあ意外にそんなスペースもあって使い勝手良さそうですね。はい、なるほど。今回はまあパンク修理キットだったり、はいはい、その辺がちょっと入ってると。初めて知りました。これこんなのあるんですね。そうなんですよ、僕もこれと初めて見ましたね。でしっかりこの辺もついてて、はいはい、で倒すのも電動で。そうですね、こちらスイッチが両サイドについておりますので。あ、なるほど。はい、あれこっち2つついてるのはどうなってるんですか。これ真ん中とあれですね。あー、なるほど、そういうことですね。これか、はい、これは前もついてましたけど、高さの、あ、はい、なるほど、荷物積む時の、はい、車高が下がりますので、はい、トランクが下げられる、下げます。はい、そしてこれ戻ってくるのは手動なんですか。はい、手動でございます。はい、自分で戻しましょう。はい、そういうことです。はい、そんなトランクルームってことであります。はい、じゃあ続いてボンネットも見てみたいと思います。はい、じゃあ出ました、63といえばこのエンジン。そうですね、はい、M177 でしたっけ。はい、そうです。で今回63S ということ で、 そうです、はい、馬力が出てる方の、はい、標準が470何馬力、はい、これが510馬力、510馬力、はい、もうどこで使うんですかっていうエンジンですね。はい、はい、まあ、63シリーズいろいろありますけど、はい、やっぱり C、GLC とか C とか、はい、やっぱり強烈ですよね。ですね、はい、
ちょっとかなりこの後試乗もあるんで楽しみな、はいはい、そんなエンジンでございます。ただやっぱりちょっとなんかゆとりがあるというか、そうですね、少しスペースがある感じですよね。ですよね、はい、なんか なんでですかね、幅があるからですかね。そうですね、幅もありますし、確かになんかセダン、ね、クーペに積んである時よりかもなんかギュウギュウ感がないというか、ないですよね、ちょっと余裕があるように見えますよね、はい、そんな感じしますよ、はい。そしてこの辺やっぱりグリル全部カーボンなんですね。そうですね、もうカーボンだけで作られてる感じですね、高級感がすごいです。そして前のボディカラーの名残も、はい、そうですね、この辺でも若干感じられるっていう、はい、ちょっと裏面まで張ってしまうと熱の影響でやっぱり、そうですよね、はい、C クラス の, あのクーペをご紹介させていただいた時もあったんですけど、はい、ちょっといろいろな弊害が出てくるの で, そうなんです、ね、この辺はちょっとあえて張らない感じですけど、はい、張らない感じです、はいはい、こんなエンジンルームでございます。はい、じゃあ続いて転倒周り見てみたいと思います。お願いします。はい、エンジンかけます。これ今スモールですかね。オートなんでスモールがこの上の部分ですね。あとこの上のちょっとつぶつぶのところも光ってる感じです。続いてロービームはプロジェクターが両方光ります。でハイビームはそれが上に持ち上がる感じですね。そしてウィンカーはこのチューブの部分とミラーの端が光ります。はい、でリアはスモールでこの上下のチューブの部分ですね。そしてブレーキはこの外側とハイマウントが光ります。そしてバックはトランク側のこの内側が光ります。そしてウインカーはこの外側の真ん中ですね。そしてバックフォグはこちらのトランク側の一番内側が光ります。ありがとうございます。はい、じゃあ続いてマフラーの音も聞いてみたいと思います。お願いします。バルブ開けます。お願いします。はい、行きましょう。はい、はい、モードあるんですよね。モードありますよ、はい、モードはこの間ダイナミックスタートでしたからね。そうですね、ちゃんと今回はコンフォートスタートで、はい、エンジン関係はフルノーマルですもんね。そうです、何もいじってないです。外装、ね、はい、足回りって感じですもんね、はい、ただまあエンジン関係いじる、まあ、必要性が余地がないというか、まあ、ないですよね、はい、必要がないですからね、はい、大体510馬力このサイズでどこで使うんだっていう、はい、そういうレベルですからね。そうです、そうです。出た当初はあれですよね、これ最強だったんですよね。最強ですね、ですよね、はい、このコンパクト SUV で500馬力オーバーっていうのがなかったですよね、はい、今でこそ X3M でしたっけ、はい、はい、とかありますけど、でもそれでも結構貴重な存在ですよね。そうですね、マカンのターボより速いし、はい、速いですからね、はい、安心安全ですよ、もう最初からもうですね、体感できちゃいましたね。体感できちゃいます、もうなんかこうもう普通に乗れちゃうんですもん、もう500馬力って。そうですね、それすごいっすよね、本当にすごいと思いますよ、はい、なんなんすかね、もうちょっとやっぱりそんだけあると、はい、とんがった車になるじゃないですか、はいはいはい、それが隠されてますからね、はい、うん、もう全然乗り心地、まあ乗り心地は多分純正の方がいいんでしょうけど、はい、乗り心地も全然、はい、とんがったところないし、はい、音もだってこうやって普通に走ったら全然普通じゃないですか。そうですね、はい、で本気を出したらやばいわけじゃないですか。やばいですね、はい、やっぱコンフォートだと結構本当に踏んでも全然静かですね。静かです、はい、ドロドロやっぱり言わないですね。言わないですね、はい、でこれモードであれでしたっけ、エンジンと、はい、あと足回りと、ね、はい、あとステアリングの介入もあるんですよね。あります、はい、ちょっとスポーティーな、はいはい、味付けになるっていう。そしてもうなんていうんですかね、あの SUV というかこの視点の高さとこのフロントガラスのこの視認性の良さと、そうですね、本当に乗りやすい、乗りやすいですよね、はい、
もうだから都内とか最強ですよね、このサイズで。このサイズ、そうですね、はい、はい、もう取り回しに困ることもないし、ないですね、まあ、もう高速飛ばしても全然十分だし、都内の一通なんかは細いところ結構多いので、このぐらいのサイズまでの方が楽だと思います。で、荷物も人も住めるじゃないですか、はい、乗れるじゃないですか。いや、もう安心安全ですよ、やっぱり。ちょっとじゃあ早速スポーツに、ちょっと待ってください。あ、スポーツに、え、結構違いますね。そうですね、はい、ただ今排気音は多分コンフォートのままになってるんだと思うんですよ、まだ。あ、そうなんですか。はい、ちょっとこれでスポーツプラスにすると、そうですね、スポーツだと。ああ、なるほど、バルブはまだ開いてないですね。バルブは開いてないですよ。足回りとエンジンの味付けがスポーツ、はい、スポーツなんですね、はい、そうですね。ああ、でも少しなんか引っ張る感はありますね、出てきますよね、はいはい。ああ、足も確かに少し硬い気がします、はいはい、ただ全然家族からも不満にが出ないレベルですね。そうですね、出ないレベルですね、はい、タイヤも今回ミシュランですよね。ミシュランです、はい。あれだけでかいホイール履いても厚みは結構取れますから、ね、そうですね、22であんだけ厚みがあれば、はい、まあいいですよね、本当に。ちょっとそんなバタつく感じはあんまりないです、ないですね。めちゃくちゃ乗り心地いいかっていうと、まあまあそれなりですけどそうですね、はい、全然十分でございます。そしてじゃあ最後のスポーツプラス、スポーツプラスが一番上ですよね。レースがありますね。あ、レースもあるんですね、はい、レースはやめときましょう、はい、レースはちょっとなんか車があさっての方向行っちゃうと困っちゃうんで、僕のスキルを超えてるんでもうだいたい510馬力コンフォートの時点でもうスキルを超えてますけど、はい、いや、いいな。基本的にやっぱり C クラスは、はい、あのうまく作ってありますよね。でも一番売れる売れ線じゃないですか、はい、はあ、すごいな。ただ本当にごめんなさい、まあ、あの S4 の時も言ったんですけど、はいはい、ちょっとフットレスがちっちゃい。ちっちゃいですね。もうやっぱりしょうがないですよ ね、 でもしょうがないですよね。これあれなんですかね、左半になるともうちょっと大きいのかな。ああ、それあるかもしれないですね、はい、足元のスペース違いますもんね。そうなんですよ。あんまりそこ意識したことがなかったので。確かに、確かに、ミニハンドルだからっていうのはあるかもしれませんよね。うわ、これは危ないやつです。危ないやつです今あの持ってる右手が開いちゃって、はい、あの全然関係ないです。しかもすげえ引っ張ってるあ、これはあの危ないやつだし、あのパドルとセットのやつです、はい、そうですね、こうやつもそうそうそう、はい、パドルとセットで使ってるやつですね、これあ、これ僕ダメですね。はい、そうなんですよね、ちょっとこれは、はい、でもどこまで行ってもなんかやっぱり安心安全ですよ。そうですね、安定の63ですね、はい、はいはいはいみたいな、はいはいはいではないですけどあ、なるほど、あ、ですよねってい う、 いう感じですね、はい、そうですね。すげえな、やっぱりこのドロドロ言ってる感じと、やっぱね、この音がたまらないですよ ね、 そうですね。いや、いいな、いい車だな本当に。ちょうどいいっすよ。そうなんですよ、はい、ちょっとじゃあ信号を通らないパターンでこっちをちょっと、そうですね、曲がっていく。ああ、シフトダウンがいいですね、はい、素敵すぎます。こんな音してんのに普通に乗れますからね、はい、車あれっすよね、これ2トン近くあるんですよ、はい、あります。2トンオーバーでしたっけ。2000ちょっとありましたね。そうですよね、はい、もうね、どっしり感がすごいです。そうですね、はい、わあ、この本当にわずか20キロぐらいから信号止まるのに、あのさっきのブワンが必要あるのかどうかわかんないですけどそうですね、はい、しっかりブワンつって。これはでもちょっとこう住宅地はやっぱりコンフォートで、そうですね、その辺の使い分けができるのがやっぱりこの車のいいとこですよね。深夜こうご自宅住宅地に帰られた時とか、はいはい、まあ、いろんなシチュエーションで、はい、使えますよね。旅行行ってもよし、ゴルフ行ってもよし、そうですね、普段の足にも、普段使いいいっすよね、本当に。いいですね、このサイズだと。いや、でも普段使いできたらいいですね、これ。そうですね、またお金の問題が、うん、そうですね欲しくても買えませんもん。そうですね、はい、大台超えちゃいますからね。そうですね。でもパーツのこの金額考えたら、
かなりお買い得ですよね。そうですね、正直ちょっともう500万以上のカスタム費がかかってますので。ですよね、はい、500万どころじゃないですね、どころじゃないですね、ぐらいですね、はい、言ってますんで、それを考えたら、はい、まあ、ご自身で、ノーマルのお車買って手を入れるっていうんであれば全然お買い得だと。ですよね、もっとかかりますよね、はい、距離も割と浅めということで1万キロ台ということで、はい、はい、いいなぁ。コンフォートでも力強さ、はい、そうなんです、ね、700ニュートンでしたっけ、はい、700ニュートンです。全然力強さはあります。ただしっかりこう乱暴な感じは隠せるんで。そうですね、はい、普通に乗れるっていう。なので正直コンフォートモードのまま、はい、あのバルブだけ開けてあげるっていうのも。ああなるほど、はい、なるほど。インディビジュアルでしたっけ、はい、このスイッチが、はいはいはい、ありますんで。ああなるほど、はい、単体でも操作できるし、ね、はい、あとはこれ でプリセットもできるんですよね、はい、そうです、セットできますんで。なるほど。で車高の上げ下げも、まあこの手の車だと車高の上げ下げで困ることはないと思いますけど、はい、まあ一応上げたりもできると。はい、できますね。なるほど、はい、もう一層使いやすいし、この辺とか、一応それは電動になってますね。ああやっぱりさすがでございます、はい、もうさすがでございます、はい、たまにあれこれ電動じゃないんだっていうのもありますけどね、はい、まあ、S とかまで行くと、はい、もうついてて当然そうですね、はい、ですけど、まあ、E とかもついてて、ついてます。そうですね、 C セグメントって結構分かりますよね。分かりますね、はい、その辺の快適装備に。そうなんです、はい、うわちょっと旅行行きたいなこれ、ね、いいですねこれで旅行行ったら快適っすよ、はい、いいっすよね。いいと思いますよ。だって普通に4人分にも詰めますよ、はいはい、まあ、運転者も楽ですよね、こんだけパワーありますと。これ全然本当に女性の方も、そうですね、段差気にせずの乗れるし、はい、乗れますね。もうメルセデスですから、もう安全装備もしっかりついてて、うわもうでも逆に楽ですよ本当に。ですね、追い越しもそうだし、はい、あーって感じじゃないですもん。ないですね、もうこう無理してっていう感じも全くないので。今みたいにこう自転車をパッてかわすときとかもぐわってこう、はい、そうですね、一瞬でこう抜かせますからね。いやーまあ最高なのを再確認しました、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いやこれ欲しいないやみんな欲しいっすよこれは。欲しい。トミさんもいいなーとかつって、これいいっすね、女性いくらだっけとかつってさっき聞いてたんで、うん、はい、で板尾さん毎回聞いてるんですけど、はい、この車、はい、もし触るとすればって聞こうと思ったんですけど、はい、触るんですか？話ですよね、はいはい、今回はまあ基本的にはこのまま乗っていただくのがまあベストだと思いますね、はいはい、で多分いらっしゃらないと思いますけど、まあ、これで満足できない方はそうですね、あのさらにトップカーからあのカーボンボンネットが出てますので、まあ、カーボンボンネットを入れていただくのと、あとはトップカーのエンブレム、ロゴですね、あのサメのロゴがありますのでこちら、ちょっとここですね、はいはい、インサートで入れておきましょう。そうですね、はい、入れていただくっていうのが一番いいのかなと思います。もうそうしたらでも外装はもう完全にコンプリート、コンプリートカーになりますね、仕上がるので、はい、まあ、そんなこともできますよということで、はい、まあ、お気軽に何でもご相談ください、はいはい、というわけで今回はボンドカーズ大宮より AMG GLC63S ご紹介させていただきました、はい、車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。